皆さん、こんにちは。五十嵐くん TV。 今日は東松山店リニューアルオープンに来ています。頑張ってまいります。今日、本当にこのお店、10月に台風で、被害になって水がここぐらいまで、使ってですね、お店も商品も、非常に大変な状況になりました。でこの4ヶ月経ってようやくオープンを迎えることができました。でまだですね、ショッピングセンター内もまだもう少しで、お店がオープンするという状況になっています。でもこうしてですね、お客様にもいろいろご心配をおかけしましたし、働いていたスタッフもこうやってオープンが迎えることができたので本当に嬉しく思っています。それとですね、セッティングっていうのを、やりまして、お店が全くない状態から、ですね、こうやってお店を陳列して今、お店が出来上がっています。でそれに加えて、実はそこに立つスタッフさんですね、スタッフさんも接客トレーニングだとかお客様に向けてのトレーニングをしています。オープン日には必ず僕もお店に入ってるんですけども、いつもこの日はもう間もなくあと1分でオープンを迎えるんですけど緊張でですね、ドキドキしてます。でスタッフも一生懸命準備してですね、このオープンをこの街にしてますし、お客さんとお会いできるのを楽しみにしてますので、今日はこの、ファンミーティングなども開く予定にしてます。こういうタイプのイベントスペースで、お写真撮ったりお話したりっていうのもやろうと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。ではではっていうか、それではお時間になりましたので、本日はですね、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。この度ですね、皆さんが多分皆さんの方が一番ご存知かとは思うんですけれども、日本東松山店、ちょっと水害の影響ですね、一時クローズとさせていただいておりましたが、皆さんもいつですかというお声たくさんいただきながらですね、今回無事オープンを迎えることができました。クローズしてた期間ですね、皆さんちょっと遠い店舗まで足を運んでくださっていたお話ですね、皆様から伺いました。私たちもこうやって無事オープンができてとても幸せに思っております。今日はそれを記念してですね、皆さんウェブカタログも最近公開されるかと思いますし、よりまた深く知っていただければと思って、ラフな感じの方々のお話し会をさせていただければと思って、こういったイベントを企画させていただいております。まずはじめにですね、ちょっと今日社長も来ております。社長から皆さんにお話をお聞きいただきたいと思います。皆さんこんにちは。ようこそ東松山のリニューアルオープンの、ファンのファンミーティングというか、この時間を持てることに嬉しく思っています。10月の台風19号で、このお店はここら辺ぐらいまで、浸水してですね、店舗の復旧と商品の、ことと、あとまだオープンしてない、ショッピングセンターオープンしてないところもあるんですけど、4ヶ月かかって、ご心配とおかけしましたけど、ようやくリニューアルオープンが迎えることができました。で、お客さんもそうなんですが、スタッフたちも本当に不安で、自分が働く場所がっていうところもあったんですけど、いろいろ埼玉のお店に、いい経験できたみたいな形で言ってくれてるんで、いいリニューアルオープンを迎えることができましたので、2日前ぐらいからこの何もないお店で商品陳列して、私も十何年ぶりに手伝ってですね、
あのみんなとこの東松山でディアログに向けてあのお店を作ってきました。で、まあ、今日からがスタートなんですけど、それとですね、なんか急遽決まったんでこういう声をぜひあの私の方に声が届きまして、やってほしいというあの声が届いたんで、あのミーティングを開催させていただきました。この1、2年こういうふうにお客様と、ワークショップしたりイベントをしたりということで、アクシーズファンでつながろうというあのテーマをもとに、アクシーズファンを通してなんかフォトイベントだったり、何かそういうことができればなという思いでやってきておりますので、あとやっぱり今日くらい感じたのは、いろいろ、富澤さんが知ってますよ、ね、人のうちに関わるスタッフの人のストーリーも皆さん知ってくださってるんで、うちのやっぱりそういう強めだなと思うので、そういうお声をいただきながらですね、ますますアクシーズファン頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。こういうリニューアルオープンなんで、ちょっと気合が入ってですね、硬い挨拶になってしまいましたけど、これからもよろしくお願いします。ライブもちょっと配信してしまいましたんで、お気になさらず、ぜひ楽しんでください。どうもありがとうございます。この後もお洋服選びしていただいたりとか見ていただいたりすると思うので、その中でもですね、直接お話が私もですし社長もできればと思っておりますので、声かけていただければと思います。で、私ですね、すみません申し遅れました、アクシーズファン向けにからもでパーソナルスタイリストをしております、マキと申します。イベントだったり皆さんと関わらせていただくことが非常に多くて、ミーティングだったりとか、北はビアですか、食かけしていただくこともただあったんですけれども、オンラインで読んでたりとかインスタをやってたりするので、皆さんにこうやって触れ合うことが直接できてとても嬉しく思っております。この後もお時間許す限りですね、ゆっくり店内にお時間いただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。この中でですね、もし大丈夫でしたら、はい、この後店長たちに少しお話ししてもらおうと思うんですけど、先にですね、私の方から少しお話をさせていただきたいと思います。皆さん、アクシーズファンの日ってなった時に、多分私たちより皆さんの方がご存知なんじゃないかなっていうぐらいご存知だと思うんですけれども、改めてですね、こういった場でないと、なんかアクシーズファンで改めて語るで、なんかないと思うんですよね、お店に行ったとしても、よくかわいいな、デスかわいいな、リボンかわいいなっていうことだっても、なんかブランドとして皆さんにお伝えしたいこと、お伝えしてることって少ないと思うので、少しだけお話しさせていただければと思います。簡単なレースや女性らしいシルエット、こだわり抜かれた装飾を施されたボタン、アイテム一つ一つに深いデザイナーの思いが詰まっております。で、私たちがお届けするアイテムたちがですね、皆さん、まとって過ごしていただく時間が幸せになりますよねという思いが込められて、皆様にお洋服をお届けしております。先日ですね、ブランドブック発売させていただいたんですけど、皆さん、手に取って見ていただいた方いらっしゃいますか？黒い雑誌の方も、ちょっと大きめの、中にフリーフランスシールが入っていたやつなんですけど、そちらも発売させていただきまして、改めてですね、皆様にブランドとして大切にしていること、アクシーズファンっていうところが書かれておりました。ここがですね、より物的感覚で楽しみいただけるようになっていますので、少しだけそのままですね、冒頭に説明させていただきたいと思います。女性らしいヨーロピアンヴィンテージの世界観を大切に作り上げるアクシーズファン。時代や国境を超えて世界中の女性に愛されるアクシーズファムにしか生み出すことのできないお洋服を目指します。アクシーズファムのお洋服であなたのライフスタイルにほんの少しだけ彩る花が咲きますように。ブランドとして彩る花たちが人ともとお客様や作り手たちの思いが世界中に広がっていきますように。皆さん、アクシーズファムでつながろうというテーマはご存知ですか？2019年から私たちを掲げさせていただいておりまして、こういったお客様をはじめですね、関係者の皆様だったり、お店のスタッフ一人一人ですね、あとはアクシーズファムの作り手、あまり皆さん接すること少ないと思うんですけれども、アクシーズファムの作り手たちがたくさんいます。で、あとは私のように、ちょっと中で、こちら
らかというと中であの仕事をしているスタッフ、皆さんと関わりを持って大きな大きな輪を作ってですね、日々に彩りやちょっとした幸せを続けていけたら、そういった思いがあのアクシズ様のお洋服たちには込められております。話すのがずっと続くんですけど、皆さんすごく優しくうんうんと頷いてくださってありがとうございます。ですね、皆さん、カタログが発売されたあ、カタログが発売されたのは見ていただけましたでしょうか。今期ですね、2020年アクシズハムの、シーズンコンセプトとしてご紹介させていただいております。ネバーグリーンですね。これあの永遠の緑ではなく、あのエバーグリーンという一つの単語ですね。英語で、常緑、普及という意味を持つエバーグリーンです。音楽の世界では時を経ても色褪せない名曲ということを示す、形容詞が示す単語として使用されています。レースを使ったディティールでしたりとか、ツヤ感のある素材から生み出されるアクシズハムならではのテクニックテイスト、さらっと愛用です。そんなアイテムのデイリー使いにも使えて、ちょっとしたお出かけ、皆様の特別な時間も彩れるアイテムたちがお届けできればと思い、今期のコンセプトとなっております。で、今回ですね、少しだけ皆さんに希望でご紹介させていただければと思って、アイテムもお届けさせていただきます。こちらがですね、メインに使いているアイテムですね。ラーズマンガリーというのは、こういったアイテム、皆さん、どちらかというと、ふんわりしたあのレースだったり、スレースだったりとか、今季トレンドとされる服をちょっとミックスしたような形で、アイテム作りを行っております。はい、皆さん、ぜひよければこちらもお近くでご覧いただければと思います。で、ちょっとだけ注意事項なんですけど、今回はちょっと先行公開という形でお持ちさせていただいているので、こちらのアイテムはちょっと販売することはできないので、皆さん、今日、ちょっと皆さん、他の皆さんより先に触って楽しんでいただける機会と思って楽しみいただければと思います。あとは、ちょっともう一個ついてなんですけど、着丈と寝丈がですね、実はこれモデルさんサイズで作られておりまして、カタログ撮影用のサンプルとなりますので、皆さんサイズ分が少し変わることをご了承の上、触っていただければと思います。当てていただいて、ちょっとアレッとなることがある、ちょっと湿気感がある、ふんわりしたというのも、トレンドとして、2020年流行ると言われているので、アクシズハムが、強みとしているテイストが、巷で結構たくさん出てくるかと思います。皆さんもお手持ちのアイテムでトレンドもミックスしたような形でお洋服をお楽しみいただけるかと思いますので、ぜひこれから発売される新しいアイテムもお楽しみいただければと思います。あとはですね、今期サスティナブルシフトということが巷で流行ってくるようでして、皆さんサスティナブルとは聞いたことありますか？あんまり難しい。逆にアクシズハムのひまわりプロジェクトをご存知の方がいらっしゃいますか？ちょっと少なかったですね。アクシズハムのお洋服って、柄が可愛かったりとか、ディティールが可愛かったりとかするじゃないですか。やっぱりお洋服を作る上で布ってどうしても余ってしまうんですよね。このプリントされた布たちが。そういうものが残って廃棄されてしまうという現実がどうしてもありまして、そこに、目をつけてですね、そのアイテムで何かができないかということで、今福井の小学校に行ったところでそういったものをこんな感じで縫っていただいてですね、ティッシュケースだったり巾着だったり携帯ケースだったり、そういったものを作って販売をするというひまわりプロジェクトと呼んでるんですけど、それがひまわりプロジェクトと呼ばれるものです。そういったこともしておりまして、サスティナブルというそういうものに優しいだったりとか、あとはお洋服を長く使い続けるしていないとか、そういう長く使う大切にできるものっていうところが今後ファッション業界のトレンドとして出てきますので、そういった面でも皆さんに長く愛用していただけるアイテムがたくさんお届けできればと思い、そういったベーシックなアイテムですが、少し可愛らしさがプラスされているアイテムが今後発売たくさんされていきますので、皆さんお楽しみいただければと思います。すごくお話の時間が長くなってしまったんですけど、少しだけ東松山県の方から皆さんにお話をさせていただければと思うんですけど、阿部さんに少しだけご挨拶をお願いしてもいいですか？ちょっと飛び
沢さんはいるかな、すみません、皆さんもしよければ個別でお話、なんか富澤さんのエピソード皆さんがたくさん聞いたのでご存知かと思うので個別にお話いただければと思います。ありがとうございます。お願いします。もう大丈夫です。本日ちょっとリニューアルオープンでたくさんの方に来ていただいてとても嬉しく思っております。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、埼玉の、いろんな店舗の店長だったりとか、あとは吉ヶ谷の長さんとか、ゴールデンウィークは吉田店長もいますので、中にいますので、あのお話今日していただければと思います。埼玉県のいろいろいろんなお店がございますので、あの来ていただければなと思います。はい、下のコメントでも、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちでも撮ってたんですね。皆さん、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ちょっと短く、あの会話ではあったんですけれども、皆さんに少しでも教えてもらったことを知っていただければと思って、今回こういった会を開催させていただきました。できればですね、こちら1時間ほどは空いてもいてますので、あの限定で展示しておりますので、触ってみて楽しんでいただければと思います。あとはこちらのフォトスポットに実はなっておりますので、よければ皆さんお写真撮影もお楽しみいただければと思います。私のシールないと見ておいてもらえればと思います。私もシールがあるので皆さんの声だけ後でいただければ嬉しいです。ぜひあの皆さんでも皆さんの声であればいただく際にお待ちいただければと思います。今日あのこちらチキンも置いてますので、皆さんもしよければ記念にお写真撮影していただいて、あの記念の席持って帰っていただいて大丈夫なので、まあ、スタッフもお声かけいただければ一緒に撮影等もできますので、あの楽しんでいただければと思います。ではですね、引き続き今日はお魚がたくさんあるので、お買い物もお楽しみください。それではお集まりいただきありがとうございました。